黒井村駅は山口県下関市と四浦町大技黒井にある西日本旅客鉄道3位本線の駅。下関駅が管理している無人駅であり、駅舎内に自動券売機が設置されている。かつては有人駅であり、キオスクも出店していた。周辺は下関市中心部のベッドタウンとなっている。駅名の黒井村とは、 かつて当地に存在した村名に基づく。黒井村は1955年に合併し、豊浦町となり、さらに現在は下関市に含まれている。かつて当駅付近に立地していたマリンピア黒井では毎年夏季に黒いジャズフェスティバルが開催され、1980年代から1990年代にかけては開催当日に博多と当駅の間を結ぶ臨時快速列車。 黒いジャズフェスティバル号が運転された。島式ホーム一面二線で交換設備を有する地上駅。駅舎は線路東側にあり、ホームへは古線橋で結ばれている。案内状の乗り場番号は設定されていない。プラットホーム駅舎内部駅前に黒い村駅停留所、駅前交差点そばの国道191号上に黒い停留所がある。三電交通は、 黒い停留所のみに停車。ブルーライン交通は路線、便により停車値が異なる。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。